アズ川は、長野県松本市を流れる品野川水系最川の上流域を示す別称アズ川最上流部の槍沢と源となる槍ヶ岳、長野県松本市の北西に位置する、飛騨山脈槍ヶ岳に源を発し南流する。上高地で大正池を形成し、四湖に注ぐ。島々で東に向きを変え、新淵地橋を過ぎて間もなくから下流には、 右岸の涙と左岸のあずさに貸し団球を作っている。松本市を技島内で奈良井川を合わせ、西川と名を変える。奈良井川との合流点手前のラーラ松本付近では、奈良井川で取水した銃が関と関西門関が地下を横断する。流域は古来市の産地であり、あずさ弓の材料として朝廷にも献上されていて、このことが川の名前の由来になったとも言われている。 アズ川の水は発電用と農業用管外のために古くから用いられてきた。このため、新淵橋よりも下流の松本盆地での流量は豊かだとは言えない。水路式発電所は上高地に近い上流から盆地部に降りての昭和電工、赤松発電所、アズ水力発電所まで流域の各地に作られて古くから稼働してきた。 1969年11月には、長尾渡るダム、水戸のダム、稲古木ダムのあずさ川三ダムが完成した。このあずさ川三ダムは用水発電所として運用されている。このため、下流のダム湖の上端が上流のダムの下まで来るように作られている。堰は、一般には川を堰止める構造物を指すが、松本盆地ではその堰から取水して水を流す。 人工河川をも、関といい、たくさん存在する。あずさ川から取水するものだけでなく、カラス川から取水するカラス川用水、西川から取水する矢原関、奈良川から取水する銃が、関、関西門関なども知られている。和田関は古く、937年以前に、完成していたと言われる。また、完成時代から企画されて明治初めに着工された。 旗関は、立案した時すでに十二の席があり、新たに席を通すには、推理権を持つ十二の席の承認を得なければならず、このことが築造に際しての最大の障壁だった。これら十二席のうち、旗関百年史が名を挙げている七か席は次の通りで、ある。富木関、中茅屋関、鳥羽関、島関、高松関、北方関、飯田関。 アズサ川3ダムが完成した頃から、地下式水路による考えも行われるようになった。このため、対象畑作地域では細かく考え用排水管が地下に設置されている。灌漑用の水路構成については、支流、ダム、取水などを参照。かっぱ橋から下流を望むアズサ川投資校左岸側を、下流から望むアズ,川アズサ川投資校。ここで取水された水は、 同水幹線とあずさ川水道に分けられる。同水幹線の水は、上海渡る分水口で、右岸幹線、旗関、左岸幹線に分けられる。あずさ川水道の水は、昭和電工、赤松発電所で、発電のように供された後、赤松分水口で、あずさ川右岸幹線とあずさ川左岸幹線に分けられる。ありがとうございます。